どうも。はい、どうも。どうも。あれ、急に挨拶が変わった。さあ、はい、教えてゆたかさん。はい、教えてください。ということで、はい、まあ、第1弾やりました、はい。スタッフからの野球のあんな疑問、はい、こんな疑問に答える。はい。はい、で、皆さんの野球での質問、はい、なんかあったらコメント欄にくださいと言ったところ、うん、結構反響ありまして、そうたくさん来ました。まあそうだね、なんかいろいろ書いててくれたよね、はいはい、なので今日はその質問に豊さん答えていってもらいます。わかりました。まずはですね、アラサー独身男のぼっち生活さんの質問です。アラサー、アラサー独身、独身いいじゃない。いいですよ、まだまだ慌てることはない。なんてことはない、もう2022年だもん。100歳時代だからね。そうですよ。ワンカード、はい、3連戦で3立てって力の差があるチーム同士の対戦でもそんなに多くないと思いますが、はい、3日連続で同じ相手と対戦するのはやっぱり難しいものなのでしょうか。やっぱりね、勝負事だから勢いってあるよね。初戦でバーンってもう、はい、やられちゃうと、はい、まあなんていうの、こう反骨心っていうのは出てくるけども、はい、反骨心っていうかやり返そうとするね。だけどなかなかやっぱこう最初から勢いをつけて来られると、はい、やっぱりやりにくいもんになってしまうよね。あ、だからトントントン。そのさ、シーズン入って調子のいい時と悪い時ってチームにもあるじゃない、はい、個人的にもあるけどさ、うん、その向こうが調子がいい波で来られた時に、うん、すごく嫌な感じがするよね。その調子の波にこっちが飲まれてしまうような。そうそう、ミーティングでもあるもん、向こう絶好調だぞみたいないやいや、ここはもう本当四隅しか来ないからってどっちかの隅を狙えとかさ、はい、おい大丈夫かよみたいな、そんなミーティングあるみたいな、ミーティングもやったことあるから。あ、そう、いやこれはもう手つけられないぐらいの勢いがあるから、はい、止めれるには相当お前たちが頑張らなきゃいけない。その試合って止められました？止められない。3連敗しました。いやいや、3連敗は免れたと思うけど、やっぱりね、例えばエース同士の投げ合いになっちゃったみたいな、はい、山本来ちゃったみたいな、うん、でこっちはだ、まあ、エースだとして、うん、山本負けたってなると、はい、次宮城だぞみたいな、うん、どんどんここで一つ勝っとかなきゃみたいな、なそういうことはあるよ。まあ、心理的にもってことですね。心理的にもある。それと、うん、やっぱ山本みたいなピッチャーが最初にドーンと来られるとさ、うん、バッティング狂っちゃうよね。あ、そういうのもあるんですか。あるある。もう初戦からみんななんか調子のいいもんまでガタガタになっちゃったみたいなさ。あ、やっぱあるんだよ、後遺症っていうのが、はいね、だからその残像が残っちゃったとか。なるほど。まあ、いろいろあるんだよね。で、逆に例えば私が思うのは、セリーグの首位、例えばセリーグの下位のチームが戦ってもなかなか3立てしない場合もあるじゃないですか、うん、1勝は勝てると結構力の差あっても、あれは何なんですかね。あれはやっぱりピッチャーの組み立てがあってローテーションがあってね、各チームの強いピッチャーを、相性のいいピッチャーとか当てようとするんだよ、ローテーションの中で、はい、そしたらその3人の中1人ぐらいは勝ってくれると思うんです。あ、なるほどね。ああ、で向こうもそうだよね、はい、向こうもまあ、例えば DeNA とやるときに DeNA の相性のいいピッチャーを当ててくるという、うん、はい、まあ、エースはエースとして不動であって、うん、ね、他の後の2戦3戦というのは相性のいいピッチャーを当てるというふうになってくると、はい、やっぱそれなりにこう結果を残してくれたりだとか、うん、まあ、するケースはあるよね。あるんですね、うん、調子の悪いときというのは本拠地を離れたいときもあるしね、気分転換をしたいという。気分ってやっぱ変わるからさ、はい、俺なんかはやっぱ山口出身だから、はい、広島に行くと、うん、なんとなくこう空気感というかさ、はい、が似てるからテンション上がるのよ、うんうんうん、だからすごく良かったけど、はい、だから他は他でね、相性のいい人もいるだろうし、はい、だからまあそういう意味では調子の悪い時はもう気分転換したいし、うん、でずっと6連戦横浜スタジアム、これは調子悪い、向こう絶好調だって、それは嫌だよね、本拠地だとしても。そうですよね、場所変えたいって思っちゃいますよね。そうそうそう、次の3連戦は、まあ、そういうのがいろんな思いの中でやってるよねということなんですね、プロは。はい、続いてです、はい、M さんです、ありがとうございます、はい、チャンスで打てる選手と打てない選手の違いを知りたいです。これ緊張に強いとかも関係あるのでしょうか。チャンスの時にね、はい、大体ね舞い上がるんだよ。よし、ここで打ったらって思うでしょ。逆も働くのかなって思っちゃいました。いや逆にそこに、いや大丈夫じゃないだって、そこをやっぱ美味しいと思えるやつじゃないと。
まず無理ですね。だからそこを美味しいって、人間ってさ、究極に追い込まれれば追い込まれるほど、はい、やっぱ自分っていうのが出てくるんだよ。だからピッチャーっていうのはやっぱもう大事な場面、ここを抑えなきゃって言った時に奇想天外なことっていうのはしないんだよ、はい、自分の得意球を投げてくるんだよ、うん、絶対キャッチャーもそうだよ、はい、それを待てるかどうか。まあ、例えば、ね、前の動画でも言ったけど、はい、そういう時にいやこの時は弱点を攻めてくるって思うとダメなんだ、はい、やっぱね相手はもうこいつが弱点持ってるとかなんとかっていうよりも、ね、自分の悔いを残したくないでしょ、はい、自分のベストピッチをしたいと思うわけよ、はい、その中に例えばまっすぐとフォークなのか、ま、うん、っすぐとカットなのかとか、うん、いろいろ人によっては違うんだ、うん、それを分析できるやつが勝つよ。あ、いわゆるその美味しいと思って興奮してるんだけれども冷静さもきちんと、もちろんもちろん。じゃあチャンスで打てない選手っていうのはどう？舞い上がってるんだよ。だから舞い上がってるだけ。よしこいって美味しそう、ってもうこんなお前初級勝負やみたいな何の根拠もないやつはやっぱ勝負強くないよ。うん、だから冷静なやつっていうのは分析によって、はい、あこの球は絶対来るとか、うん、割り出しておいてこの球をどこに打ち返したらヒットになる確率が、引っ張るよりも流した方があるとか、はい、流すよりも引っ張った方が確率が上がるとか、うん、あとはデータが頭の中にきっちり入ってるやつとか、はい、そういうやつが勝つってなってくると、特に代打で出てくる選手ってもうチャンスで出てくるわけじゃないですか。例えば亀井さんだったりとか川端選手もそうですけど、やっぱりすごいってことですよね。興奮状態というか来てるけれども、やっぱり冷静さがある。だからもう代打でね、準備をしてる時から、はい、俺が立ったらってもう考えてるよ、シミュレーション、うん、だから初球振れましたねって、はい、ね、やっぱ代打は初球振れなきゃダメですもんねみたいな、はい、言ってるけど、うん、あれは根拠なしで振ってるんじゃなくて、うん、根拠が正しいから振ってるんだよ、はい、だからもうずっともう準備してる時から初球は絶対俺にここから入ってくるって、だ当たるから初球を振れるんだ、はい、何でも来い、何でももう打ち返してやる。そんなね、子供じみたいなやつはいないから。プロにはあんまり、いやいや、いるんだよ。いるんですか。だから勝負弱いやつはね。あ、だからやっぱり物事っていうのは根拠が大切で、はい、なぜ振れたのか、うん、なぜ止まったのか、うん、この根拠がさ、やっぱしっかりしてるやつがあの勝負強い。そうですよね、うん、あとこのランナーを返したいからこっちの方向だとか、あ、もうあるよ、もちろんもちろん出てきますしね、そういう頭のいい選手がもう冷静なやつが勝つって、そういうことなんですね。もう何度もブン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 振り回してさで、この鬼の形相で入ってもね、勝負強いやつはね、勝負強いし、はい、そんなやつは勝負弱いから、まあ、そうですね、そうそうそう、はい。続いて、龍二山さんです。ありがとうございます、はい、あのジャイアンツの小林捕手の打率が今まで通りだったとして、はい、まあ、だから1割後半だったりとかして、うん、もし例えばバントの成功率が 100% になるんであれば、例えば豊さんが監督だったら、高木監督だったら、もうレギュラーとしてきちんとして使っていきますか、どうですかっていう、これちょっとなんか難しいというか、ちょっとあれですけれども、まあ、例えば、はい、そのバントということは犠打という括りだよね、はい、その犠打全体の括りとして 100% の確率があるんだったら、うん、犠牲フライも含めてね、あ、犠牲フライもってことですね、うん、そしたらレギュラーですか。でもバントが 100% って、バントを小林がしたってさ、はい、次ピッチャーだから、そうですね、打席が確かにそうですよね。代打を送る前のバントだったらまだしも、あ、うん、だけど、そうはね、100% 決められたからってレギュラーっていう、犠打を全部、はい、まあ、例えば大事なところのスクイズも、うん、まあ、犠打だよね、はい、で大事なところの犠牲フライ、はい、ね、で1点を取る、うん、まあ、これも犠打としたら、犠打が 100% 成功だったら、俺は絶対レギュラーですから。犠打 100% だったらそうですよね、絶対ですか、確かにそう、まあ、それは大きく広げすぎかもわからないけど。はい、うん、でもバントだけの犠打では 100% とはいえ、ちょっと使わないな。そうですね、なんせ今言ってたように後ろがピッチャーですもんね、もう、うん、ただ俺小林はレギュラーだと思ってるから、はい、
キャッチャーとしてはね、うんうん、だから打率を上げることをこう期待するけどな。そうですね、その 100% よりも2割前半とかがコンスタントにっていうことですよね。だからまあ例えば8番あ7番が出た、はい、もうバントやらしても次ピッチャー変えない、はい、まあ1番に期待するっていうよりも小林がチャンスを広げるか、小林がゲッツー打たなかったらもう次のピッチャーでバント、うんうんうん、ワンアウトね、はい、でツーアウトランナーセカンドで1番に期待をするという、うん、だから少しでもこうなんか期待が膨らむような形を取ってあげたいよね。そうです、取ってあげたいというか取ってほしいよね小林にはね。そうですよね。そうですね。あでもね皆さんいろいろあるんですよ質問、まあ、あるね、はい、で、はい、まだ来ているのでこれまた第3弾、はいはい、教えて豊さん、はい、やりましょう。はい、はい